というわけで割と TOEIC が重要視される昨今なんですね。今採用とか昇進ではやっぱり TOEIC 何点以上って言ってるところが多分2000社ぐらいあるんじゃないですかね。多いですよ。だから普通の会社企業に就職しようと思うとやっぱりみんな必死で TOEIC をね受けて、こういうスコアをもらわなきゃいけないというね、大変ですよね。結構大変でしたよね、TOEIC。この10年前ぐらいに受けましたけど、ね、10年前ぐらいに。あれってでも2年で執行するんですよね。あ、一応あの昔の紙のやつですけど、賞味期限2年ぐらいなんですよね、英検とかってあれなんか1回受けたら永遠に英検1級とか言えるじゃないですか。でも TOEIC って2年経ったらもう言えなくなるじゃないですか、公式には、っていう意味で TOEIC は割と僕は優秀な試験だなと思うんですよね。実際人間の語学力って下がるじゃないですか。でも受けてみたんですね。まあ一応。でどうでした？830ぐらいだったんですけど。あ、なかなかじゃないですか。じゃあ、三井住友 OK ですね。まあまあ三井住友程度でしたらね。すいません。すいません。いや、ただもう本当に使わないじゃないですか、10年間。僕ずっと10年、その後10年日本にいたので。あ、もともと1年間のアーカンソー州に住んでて、で、その後日本に帰ってきて、で、日本で暮らしてるので、英語力って下がる一方なわけじゃないですか。下がりますけども、リスニング力は衰えないし、800点以上取ってたら本当に使おうと思ってちょっとやり始めたらすぐ戻りますよ。なんか1日ぐらいかかるんですよね。1日ぐらいちょっといいじゃないですか。なんか着いた初日になんか言葉が出ないっていう。お酒を飲むと喋れるようになる、そうそうそう。で、まあ翌日ぐらいにはね結構戻ってますよ。だからまあ800点ぐらいできればねいいですよね。でも別に英語役に立ったことそんなないんですよね。得したっていうことはないですか。外人と話すとき、たまたま外人と会うときがあったときに割と便利っていうのはあるんですけど、別にこの外人と話さなくても俺仕事に支障ねえなっていうのはあるんですよね。別に仲良くはなったんですけど、っていうことが多いので、別になんか必須だったかっていうと別にそういう状況でもないですね。だからそういうなんていうか気持ちで皆さんがいてくださるとねいいんだけど、なんかみんなも公用語っていう以来、まあ以来じゃないですね、ずっとですけどね、結構思い詰めてる人多いですよね。やっぱり英語ができないととかね。普通の人は自分のその必要度に応じてねできればいいんじゃないですか。だから友達と喋りたいっていうんだったらそういう類の英語をできるようにやればいいし、本当に仕事で必要なんだって言ったらやればいいし。でも英語の授業とかってなんかこれから国際化だとか、なんか日本にいちゃダメだ、海外に行かなきゃみたいな話よく言われるわけじゃないですか。そうするとやっぱり英語学んだ方がいいんじゃないかって普通思うじゃないですか、それ聞いていや英語なんかいらないんだって思う人ちょっとおかしいと思うんですよ。でもね、あんまり周りがそう言うから、いいじゃないかっていう人もいますよ。でも内心はやっぱりちょっと心配はしてるんでしょうけれどもね、でも本当言うとね英語で人間の価値が決まるわけでもなく、必要な人はやればいい、好きな人はやればいい、で公用語にするほどのことかなって思いません？例として上がってるところとはまあ別の会社ということにしておくんですけど、某社が役員に英語を義務付けたんですけど、あれ僕すごい賢いなと思っていて、10年後に英語の勉強もしないような役員っていうと大体40歳から50歳以上なんですよ。でそういう人って10年後いらねえんじゃねっていう時に首の切り方としてお前英語できないから切るわっていうのは確かに断りきれないじゃないですか。切られた側も仕方ないなっていう。で仕事ができないじゃなくて、で管理職レベルであれば英語ぐらいなんとかしろよって言われたらそれぐらいなんとかできるぐらいのスキルはやっぱあった方が下の示しもつくと思うんですよね。要はそういう、何の仕事していいかって分かんないじゃないですか10年後。その割と例えばそのじゃあソニーっていう会社が10年前やってたのと今やってること全然違うじゃないですか、っていう形で会社って10年後にどう変わってるか分からないと。そうするとこっちの方向行くよって言った時にバッていけるぐらいちゃんと切り替えができて努力ができる人が管理職じゃないと、その役員以下全員いやそれ俺やったことねえからできねえよとか言って止まっちゃうじゃないですか。っていう風に止まらないためにとりあえず英語できるやつっていう形で新しいことに挑戦できるやつは残す、新しいことできないやつは切るって考えてるんだったら賢いなと思うんですよ。多分そういう風には考えてないでしょ。はい、はい。じゃあそういう会社があればそれはそれで面白いかもしれないけどね、でもそれが TOEIC になっちゃうとね、一つの目安ではあるんですけどね、それでほらなんか10年後が見られるのか、
それはちょっとどうかなっていうね。TOEIC が悪い、別に英検だったりとか。TOEIC が悪いんじゃないんです。あ、はいはい、うん、あれは一つの目安ですから、何でもかんでも TOEIC で判断していいのかなっていうね。ちなみに英語のその英検とかなんかいろいろありますけど、なんか実用英語検定みたいなやつとか、うん、TOEIC とか TOEFL とか、なんか役に立つののおすすめだとどれになるんですか。いや、役に立つっていうかみんな目的が違うんですよね。はいはいはい、英検っていうのはね、スコアが出ないじゃない、はい、だから1級2級みたいな、1級っていうのはものすごく少ないんですよ、はい、あんまり少ないから準1級っていうのを作ったんですけど、準1級っていうのを作ったら今度限りなく1級に近い人と、限りなく2級に近い人と出てきて、ちょっとその差がね、はいはいはい、大きすぎるんじゃないっていう感じもあって、そういう意味では TOEIC の方が730とか出るからね、はいはいはい、分かりやすいっていうのはあるので、はい、ビジネスに非常にこう受けているっていうのはあるんです。TOEFL っていうのはまた別で、これはアーカンソーにもし、はい、あ、実は受けました、はい、ね、留学するには必要なんです。そうです、はい、そうそうそう、知ってて聞いてるのね、じゃないかと思いましたよ、はい、だ、要するに北米の大学に留学するときに、この人英語できなくて来られても困りますよって、授業聞いて分かる、リスニングの試験ね、はいはい、で、レポート書けるの、ライティングの試験、プレゼンできるの、スピーキングの試験、だいたい教科書何冊もね読ませますよって、読めるの、リーディングの試験っていうことで4技能をきっちり見てるんですよ、はいはい、だから TOEFL は難しいです。しかも今インターネットベースになったから非常に高度になって、あれに太刀打ちできる日本人っていうのは非常に少ないと思いますね。でもインターネット受験になったから替え玉もしやすくなったんじゃないですか。うん、インターネットベースにしたっていうのは技術的にインターネットベースにしただけでなくて、内容を変えてるんですよ、はい、だから例えばライティングって言っても、日本で言うね、次の日本語を英語にしてみましょうなんて、そんなレベルじゃなくて、はいはい、ちゃんと最初からテーマを選んで、自分でそれについてパラグラフがちゃんと論理的に書けているかどうかっていうのを見るんです。文章をダーッと書くんですか。そうです。具体的にどんな質問が出て答えるんですか。だからいろんなテーマがあるけれども、はい、まあ、例えばその地球温暖化についてどう思うかみたいなテーマを選んだら、それについてパラグラフ。地球温暖化についていきなり英語で書かなきゃいけないんですか。だからそれが嫌だったら、たくさんテーマありますから、あ、好きなテーマを選んで、教育でもいいんです、何でもいいんだけど、だけどそれについて一言じゃダメなんですよ、はいはい、3つから4つのパラグラフ でそれがちゃんと論理構成がきっちりしていて、英語的なね論理構成で書かなければいけない。英語の論文を書かなきゃいけないですね。小さなちょっとした小論文みたいな、ね、それハードル高いですね。だって高いですよ。TOEFL ってその大学に入るための試験じゃないですか。そうすると高校を卒業した時点でその教育とか、そのなんか二酸化炭素とかについて英語で論文書かなきゃいけないことですよね。だからその中身を聞いてるんじゃなくて英語力を測ってるんですけどもね、だからそれは優しいレベルでもいいんだけれども、自分の言ってる主張はちゃんと伝わるように論理的に説得的に書かなければいけない。でスピーキングも入ってますから、インターネットベースですから。でスピーキングの場合もやはりただね、こんにちはとかね、元気ですかなんてそういうレベルではなくて、自分はこのテーマについてこう思うということをきちっと話さなければいけない。だからこれ結構大変ですよ、難しい。TOEFLの方がじゃあ割と難易度は高いんですね。高いですよ。読むのも結構読ませますからね、長文読解。大変ですよ。TOEIC の方が割と頑張って TOEIC はビジネス英語ですから、ビジネスに使う英語 その実力を見るということなので、はいはい、TOEFL よりは比較的こうなんていうか、取り、はいはい、とっくみやすいっていうか、TOEIC で、ね、990点取った人っていうのが、まあ、ニコニコ動画のユーザーでもいましたけど、 TOEFL で満点取るってあんまり聞かないんですよね。あ、 TOEFL は本当大変ですよ、なんか TOEIC はちょこちょこいますよね。 TOEIC は逆に慣れてないとスコア低いんですけど、何回か受けてるうちに慣れてくるじゃないですか、ね、受けたことあれば分かりですけど、大体フォーマット決まってるし、はいはい、最初はどうするのこれと思っても、この写真見てどうするのと思っても、次から慣れてくるから、はいはい、結構スコア上がりますよね。だから TOEIC 受けるんだったらあんまりね心配しないで、もう1回でめげずに何度でも受けたら、まあ、でも何度でも受けれるっていうのは、逆にその日本の大学受験と違って楽でいいですよね。なんか体調悪かったから次頑張ろうとか言えできるじゃないですか。あ、そうそう、何度でも、まあ、受験料払わなきゃいけないけどね、まあ、でも日本の場合ってなんか1年棒に振るじゃないですか、大学受験とか失敗すると。そうね、それに比べるとなんか、そう、何度でも受けられるからね。そう、だから受けてるうちに730点ぐらいね、クリアできますよね。ちなみにその日本人の英語力っていうのは実際どれくらいなんですか、その世界的に見て。
世界的ね、何を見るかですよね。あのトーフルは低いですけども、うん、それはちょっとあのなかなか難しいですよね。日本の場合には留学ということを考えない人までも受けてるから、一応ね、腕試しで受けちゃうって人もいるから、まあ、あのなんかあの平均点だけ比べてもよくわからないんですよね。ただ日本人はね、あのなんだろう、性格的にそうこうわーっと自分から喋るってことをしない人が多いですよね、まあ、日本語で議論できない人多いですからね。そうで、あんまりねリズベでわーっと行く人っていうのはなんか理屈っぽいとか言ってあんまりね好まれなかったりね。そんな経験お持ちなんですか？そうですね。あとおしゃべり、はい、おしゃべりってのはあまり良くないって日本ではされるんですよ、はいはいはい、私なんて通信もいつも口数が多すぎるでしたからね。あ、今一般論じゃなくてアトリガ先生の話だったんですね。そのように結構その口数が多くておしゃべりっていうのは日本の価値観の中ではあまりいいことではないんですよ、はい、ということは英語、日本語ではあんまりね喋らないようにしときなさいね、でも英語はガンガン喋りなさいって言われても、うん、な切り替えられないでしょ、うん、だから本当に英語でもあのどんどん話せるようにしたいんだったら日本語でもやっぱり議論できるようにしないとダメなんじゃない、うん、そうそう、逆にその日本語でもずっとおしゃべりな人じゃないとやっぱり英語しゃべれるようにはならないみたいなのあるんですか？ところがね、面白くてそうでもなくて、うん、同時通訳者で無口な人もいるんですよ。で喋るのがゆっくりで無口で人見知りが強くて、でなんかあの終わるともすぐもこうやって帰っちゃうとか、ね、なんで通訳やってんですか？でもね、だから言葉っていうのは別にね、おしゃべりだから外国語ができると思いがちだけども、そうとも限らないんですよね。面白いですよね。社交的な方が話す機会も増えて、まあ、どっちかといえばね、どっちかといえばそうですけれども、でもあんまり社交的でないけれども書かせたらすごいっていう人結構いますよね。あ、はいはい、うん、学生でもいますよやっぱり、うん、あのプレゼンなんかはちょっと恥ずかしそうにしてるんだけど、うん、書かせるとびっくりするようなしっかりしたものを書くっていう人もいますからね。うん、うん、